ベンカタ二世は、南インドのビジャヤナガル王国、アーラビード・アサの君主。本名は、ベンカタ・パティデーバ・ラーヤという、ビジャヤナガル王国最後の偉大な王と呼ばれ、デカンのビジャプル王国とゴール・コンダ王国を撃退して、内政面でも統治に尽力し、その28年の知性の間に王国に最後の輝きを与えた。1565年1月、 ベンカタージにあたるラーマラーヤは、デカンするターンアサとのターリコータの戦いで敗れて死亡した。その後、その弟で、父ティルマラデーバラーヤは首都をペヌコンダに移し、1569年にトルバーサを、廃してアーラビーズアサを開いた。ティルマラデーバラーヤは即位した後、ビジャヤ・ナガル王国をアンドラ地方、カルナー・タカ地方、タミル地方に三分割し、 ベンカタを含む三人の息子に統治させ、彼はアーンドラ地方のチャンドラギリを統治した。1572年に兄のシュリーランが一世が即位すると、彼はその補佐にあたって衰退する王国を支えた。特にこの時期、デカンするターンアサのビジャプル王国とゴールコンダ、王国の侵入が頻繁になってきて、ビジャやナガル王国の領土を奪い取っていった。 ベンカタが長官として統治するアンドラ地方は、ゴールコンダ王国と国境を隣接する地域だったが、彼は王国に忠実だったタンジャーブールナーやカーサの助力を得て、幾度となく戦いを交えた。チャンドラギリの王城、チャンドラギリ上百5 8 6年1月、ニーシュリーランが一世が息子なくして死亡すると、彼がベンカタ二世となって、ビジャヤナガル王国の王座に就いた。 ベンカタニセイは即位すると、王国の領土回復に努め、ビジャープル王国とゴールコンダ王国と戦争を行い、外敵の侵入を食い止めようとした。1588年には、ビジャープル王国とゴールコンダ王国の連合軍に対象し、ビジャヤやナガル王国は一時領土と勢力を回復した。その後もタンジャーブールナーヤカアサの助力を得てゴール、コンダ王国と戦い、クリシュナ川まで、 王国の領土を回復した。また、ベンカタ2世はこれらに対抗するため、1592年に首都をペヌコンダから、かつて自身が統治したチャンドラギリに戦とした。アクバルベンカタ2世は、オランダ、スペインなどと就航を結び、ムスリムの王国と対立していた北インドのムガル帝国とも同盟を結ぼうとし、南北から攻撃しようとする壮大な計画を立てた。事実、 16世紀末から17世紀初頭にかけて、ベンカタセ世とムガル帝国の皇帝アクバルは何度も書簡のやり取りをしており、1600年にベンカタセ世はチャンドラギリに訪れたアクバルの施設と面会した。また、スペインの書簡ではベンカタセ世は外国勢力に非常に理解を示したとされ、 スペインのイエズス海史は1600年頃までにベンカタセ世のことをと記すなど有効的な記述が多数ある。オランダ東インド会社の召喚ベンカタセ世は内政面でも優れた統治能力を発揮してタミル地方のなあやか反乱を相当し荒廃した農村の復興にも尽力し宗教的にも極めて寛容であった。ベンカタセ世は反乱を起こした カミル地方のナーヤカを相当する過程で、1604年にベールールのナーヤカを打ち、自身はそこに移り住んだ。ベンカタニセイは、慈愛の深さで知られ、人民にも愛され、慕われ、まさに、ビジャヤ・ナガル王国最後の名君であった。彼の統治により、ビジャヤ・ナガル王国は、最後の輝きを享受したのだった。だが、 オランダ人の牧師でありオランダ東インド会社のアブラハム・ロヘリウスはビジャヤ・ナガル王国の歴代の王が、しかし、このことからビジャヤ・ナガル王国がビジャープル王国やゴール・コンダ王国などとの戦争で財政が逼迫していたと考えられ、弁方二世がそのような状況にもかかわらず返済を約束したことは、その誠実さを伺わせる。ベールールの王城、ベールール城しかし、 ビジャヤナガル王国はその後再びビジャープル王国、ゴール・コンダ王国に逆襲され、1606年にベンカタニセイは王都チャンドラギリからベールールと南へと戦都しなければならなかった。また、1610年にはマイソール王国が独立を表明するなど、ビジャヤナガル王国の水運を止めることはできなかった。この頃、ベンカタニセイはかなりの高齢だったようで、 同年2月に、スペインをフェリペ3世が、ゴア副王に当てた書簡は、次のようにその死後に、王位継承をめぐる争いが起こるだろうことも示さ、されていた。こうした情勢の中、1614年10月に、老王弁化った2世は、ベールールで死亡した。死因はおそらく老衰によるものと思われる。その死に際し、3人の日がサティしたという。 ベンカタ2世の死に関する情報は、その後、スペインのゴア複合には、同年12月31日、マスリパトナムのスペイン勢力の下には10月25日、また別の話では10月28日に伝わったのだという。イブラーヒーム・アーディル・シャー2世ベンカタ2世の死は、ビジャヤ・ナガル王国の真の終焉を表しており、以降王国は、急速に崩壊していった。ベンカタの死後、 王位は彼の指名を受けていた王のシュリーランガ2世が継承した。だが、ベンカタ2世の息子、ジャグパラーヤも王位を占し、この内乱に、シェンジ、マドライ、タンジャーブールといった各地のナーヤカも加担するなど、国内は混乱に陥った。結局、同年に、シュリーランガ2世とその家族は殺され、ジャグパラーヤが王となったが、1617年に、 シュリーランが2世の息子ラーマデーバラーヤにトップウルの戦いで殺された。だが、新たな王ラーマデーバラーヤは、暴政の限りを尽くすめちゃくちゃな男で、この王の統治で王国の寿命は、さらに短くなった。その後、1642年4月、ベンカタ3世の治世、ビジャヤナガル王国の主力軍とベールゴーティティンマナーヤカ、とダーマルラベンカタナーヤカの援軍が、 ゴールコンダ王国の軍4万4000に敗れた。そして、1649年に、シュリーランが三世の治世、ビジャヤ・ナガル王国は、ビジャープル王国に滅ぼされた。ありがとうございます。